新型コロナウイルスワクチンの4回目を打ってきます。で、4回目のオミクロン対応のものを打ってきます。はい。今までモデルナを3回打ってきて、今回初めてファイザーを打ちます。ただモデルナに比べてファイザーは、副反応がちょっとだけ少ないってことで大丈夫かなとは思ってるんですけど、オミクロン対応っていうのを初めて打つんで、もしかしたら今までにないちょっと副反応が出るかもしれないし、ちょっと不安なところではあります。はい、今ねワクチン打ち終えて、特に問題はないです。ここの左腕で打ったんですけど、予診を受けた先生も、モデルナ、モデルナ、モデルナ、ファイザーでも、特に問題はないですと。あと、ただオミクロンだからっていうのはもしかしたら個人差があって副反応が大きく出る人出ない人もいるますってとは言ってました。はい。特に打った感じも特に何も今のところ問題ないですしって感じです。まだ、で、経過観察15分はちゃんと、待って、そこでも何も問題なかったんで、これから家帰って、24時間ぐらい様子見ようかなと思います。はい。はい。今ワクチン打ってから1時間が経過しました。で、家帰ってきて、体温は 36.3 度、全然平熱です。はい。で、今のところ特に悪いところもないんで、特に痛みもないです。オミクロン株対応2価ワクチン接種を受けた方へっていうのがあるんですけど、ファイザー、モデルナともに、1% から 10% の人に発熱が出るそうです。で、それ以外は、50% 以上が注射した部分の痛みと、あとは疲労、筋肉痛、頭痛、股関関節痛が 10% から 50% の人に出ますっていうことです。はい。接種直後よりも翌日に痛みを感じている方が多いです。これらの症状の大部分は接種後数日以内に回復しています。はい。ということで、前回私が2回目の接種をモデルナで、打った時は、翌日に、熱が、38度以上出ました。はい。で、その時は、市販の、薬を飲んだんですけど、鎮痛剤で、今回も一応用意はしてあります。うん。で、3回目の時は、2回目ほどじゃなかったんですけど症状は出ました。で、その時も薬は飲みました。あとちゃんと、4回目、ここに4っていう風にも出たんで、ちゃんと、接種の記録書、Certificate of Vaccination for COVID-19 これももらえたんで、とりあえず4回目打ったんで安心かなと思います。私が行った時間が遅かったっていうのもあるんですけど、結構若い人が多かったですね。はい。30代40代上は50代ぐらいかな。お年寄りっていうのはいなかったですね。はい。はい。ワクチンを接種してから5時間経ちました。徐々に接種した部位の、痛みが増してきましたけど、腕が上がらないほどではないです。熱は35度9分、全然平熱です。特にこう普通にしてる分には肩が上がらないとかないですし、気にすればちょっと気になるかなぐらいです。はい。とりあえずもないんで薬も飲まずにこのまま、寝ます。はい。明日起きてどうなってるかちょっと不安なところではあります。はい。ワクチン接種してから12時間が経ちました。特に腕の痛みは昨日の、5時間経った後の状態と変わってはないです。はい。で、熱の方は、はい、36.5 度、平熱です。はい。で、特に頭が痛いのもないですし、腕の痛みは昨日よりちょっと増してますね。腕は上がるんですけど、上げるとちょっと痛いです。ただ今まで自分が打ってきたモデルナと比べると全然軽いです。はい。ただ、12時間なんで、今までモデルナ、はい、今ね、ワクチン接種してから15時間が経ちました。ちょっと今ね、熱が測ったらね、37度ありました。で、ちょっとだけね、頭も痛いんで薬飲みます。うん。やっぱ
12時間超えたあたりから副反応が出るのかなって感じです。ちょっと何とも分かんないですけど、一応今のうちにあの薬を飲んでおきます。ワクチンを接種してから22時間が経ちました。今の状態ですけど、接種後15時間で1回薬を飲んだだけで、このその後は薬飲んでません。で今の体温上部かなと思います。あ、でもちょっとありますね。 36.7 度、36、まあちょっと高いかなぐらいですけど、全然あの体は大丈夫ですね。で接種部位の痛みは、接種部位の痛みは確かにあります。ただそんな腕は上がらないことじゃないです。あの、15時間で1回薬を飲んだだけで、全然多分ねこれがマックスなんじゃないのかなと思います。もうここから接種後7日間に現れた症状、接種直後より翌日に痛みを感じている方が多いです。なんで翌日にその2日後にさらに調子が悪くなることは多分ないと思います、今までの経験上。はいはい。ワクチンを接種してから27時間が経ちました。はい、でついさっきね、薬を、鎮痛剤を飲みました。1錠。ちょっとやっぱちょっとだけ頭が痛いのと、熱がやっぱ微熱が出てたんで、もう我慢しないで飲みました。ちなみに薬を飲んだからといって、効果が薄くなるとかそういうのはないっていうのは、3回目の接種の時に先生に聞いてて、問題もないんで飲みました、我慢せず。今熱は36度4分です。はい、なんでもう今平熱に戻りました。腕の痛みっていうのはやっぱまだこれはありますね。ただまあ鎮痛剤の影響もあってだいぶ改善はしてます。ではい、ワクチンを接種してから40時間が経ちました。今のところもう体の方はもう大丈夫ですね。で熱も今測ったら 36.6 でした。で接種部位もまあ今ちょっと腕まくっただけでもちょっとはまあ気にするとここが痛いなっていうのは多少はあるんですけど、でもそんなにでも全然上がんないとかないんで。で最後に消炎鎮痛剤飲んだのは昨日の、接種後の24時間経過後だったんで、そこからは全く飲んでないです。で特に頭が痛いとかそういう症状もなくて問題ないです。なんでもうこれで一回ちょっと終わり、あの経過観察は終わりかなと思います。やっぱファイザーはね全然副作用少なかったです。はい、で特にオミクロンだから今までにないような副反応が出たってこともなかったですし、はい、であとは、まあ、これで、抗体ができるのは、すぐに抗体ができるわけじゃなくて1週間から2週間かなで抗体ができるみたいなんで、オミクロン対応の、まあ、もし、できれば、オミクロンのコロナの、抗体ができてるかどうかのちょっとチェックをするキットがあったと思うんです。それとかもちょっと使っていきたいなと思います。はい、接種後36時間で、もう症状は何もないです。接種後15時間で熱が出てきたのと頭が痛かったのがありました。はい、熱の最高は37度です。はい、そんな感じです。以上、ご視聴ありがとうございました。